ついに副作用なしの筋肉増強剤を作ることに成功した。はい、これからはこの東大医学部が作った副作用なしの筋肉増強剤をこの世の中に伝えてあげるんだ。はい、そのためにはまず今少子高齢化が進んでいるこの高齢者に向けてターゲットをやるんだ。はい、やっぱり筋トレしたくても筋トレができない、そういう人たちが増えている。その人たちのために筋トレをしなくても筋肉増強ができる、そういう時代にするんだ。はい、そしていずれはボディービル、フィジーク、この人たちに使ってもらうんだ。しかし問題が。どうした、何が問題だ。治験もまだ済んでいませんし、何よりも治験者の対象が彼女でいいのかどうか、彼女が望んでいることなんだ。仕方ないだろう。はい、彼女が打ちたい、彼女がやりたい、そう言っているんだ。彼女の気持ちを汲み取ってあげよう。はい、本当にそれでいいんだよな。素で打つよ。いつでもいいわよ。